アイドリープライド。さあ、行きましょう。なんじゃみんな、今のところもう一回よ。できるまで何とでもやるわよ。リオさん、ストップストップ。あなた、いつから来てたの？もう1時間以上前からですよ。新年の挨拶をしても気がついてくれなかったけど。そう、ごめんなさい。でも今はレッスンを続けたいの。話は後にしてちょうだい。ダメです。心も愛もバテてるじゃないですか。そんな状態で続けても意味がない。休憩を取りましょう。何言ってるの？知ってるでしょ、来週には今年最初のライブバトルがあるわ。相手は私たちの古巣バンプロのグループよ。今売り出し中らしいけど絶対に負けたくない。今年こそリズノワールがトップを取るためにもここで確実に勝っておきたいの。今度のステージはあの時とネクストヴィーナスグランプリと同じ会場よ。今度こそ勝ちたいの、あのステージで。あの場所ではいろんなことがあった。リオさんなりに思うところがあるんだろう。気持ちはわかるけど、怪我をしたら元も子もありません。この程度で怪我をするほど私たちはヤバじゃないわ。さあみんな立って続きよ。今日はいつものリオさんらしくないな。よし。さあ、曲を流して。あ、リオさん待って。急ぎの話があるんです。来週のライブのことで。あとじゃダメなの？はい、今すぐにです。リーダーのリオさんと話し合いが必要なんです。何よ。わかったわ。他のみんなは少し休憩しててくれ。水分もしっかりとってくれよ。早く行くわよ、時間がもったいないんだから。で、話というのは何？ああ、その前に、はい、これどうぞ。リオさんも水分をとって、あそこの椅子に座って。話があるというのはやっぱり嘘ね。あ、バレちゃいましたか。私たちを休ませるためにわざとこんなことを。まったく、あなたも食えない人になってきたわね。ちょっと三枝さんっぽいかも。もちろん嫌な意味でよ。すみません、でもさっきは空気がギスギスしていました。気分を変えた方がいいと思って。ギスギス、そう見えた？ええ、以前のリオさんを思い出しました。この前のネクストヴィーナスグランプリの頃の。私はもうあの頃の私じゃないわ。後輩もできたし、海外でだって結果を出した。成長したと思ってる。もちろんしていますよ、誰が見ても。頭では分かっているけど、でも不安なのよ。だから熱くなるとつい大人げない自分が出てきちゃうのよね。情熱があるのはいいことですよ。いや、リオさんは情熱がなければダメです。ありがとう。でもグループのリーダーは同時に冷静さも持ってないといけないのよ。私は周囲に助けられてばっかりよ。今だっていいのかしら、私がリーダーで。リオさんがリーダーに向いてないとは俺は思ってません。そうかしら。ねえ、この後少し時間取れない？マスター、これと同じのもう一杯ね。こういうお店よく来るんですか？たまによ、そんなに飲むわけでもないし。どうしても飲みたい時にだけ一人でここに来て飲んでるのよ。そもそも一緒に来てくれる人がいないもの。リズノアはリオさん以外未成年ですからね。あら、あなたあまり飲んでないじゃない。もしかしてお酒苦手だった？いえ、そんなことは。仕事の会食もありますし、誘われたら付き合いますよ。女の子を誘ったりはしないのかしら？
誘う相手なんていませんよ。謙遜ね。今のあなたは星見プロを取り仕切るチーフマネージャー様じゃない。俺はただのマネージャーですよ。みんながアイドルがいてこそです。謙遜もどうすぎると面白くないわね。今私のことめんどくさいって思ってるでしょ。いえ決してそんなことないですよ。いつもとは違ったリオさんを知れて嬉しいです。まったく卒がないわね。私とあなただけなんだから今だけは本音を言いなさい。いや本音ですよ。みんなが頑張ってくれてるのに俺が弱音を吐くわけにはいかないですから。あなたはいつもそうね。永瀬真奈が生きていた頃もきっとそんな感じだったんでしょうね。真奈がいた頃は彼女に引っ張り回されて、それに何とか応えるのに精一杯でした。でも今はもっと大勢の子たちに気を配らないといけない。プレッシャーは昔よりずっと大きいですよ。やっと言ったわね。え？弱音よ。私と二人の時は少しは肩の力を抜いてちょうだい。あなたの仕事が大変なのは私にだって見ていればわかる。だからこんな時くらい私には愚痴の一つでもこぼしてちょうだい。リオさんは出会った頃から随分変わりましたね。変わらざるを得なかったものね。後輩はできるし、いきなりバンプロを離れたし、アイドルの頂点っていう目標は変わらないけど、そこに至る道は随分と変わった気がするわ。そのせいでしょうか。星見プロに来てからのリオさんは柔らかくなった気がします。以前は話しかけるのもためらうほど怖かったですし。え、そんなに私怖かったかしら。今日の練習では以前のリオさんに戻っていた気がして、だから黙っていられませんでした。勝ちにこだわって熱くなりすぎていたわ。反省ね。いえ、リオさんは今のままでいい。行き過ぎそうな時だけ俺に止めさせてください。熱くなった私をこれからも止められる？ええ、それが俺のマネージャーの仕事です。言うようになったわね。マスター、この人におかわり。思いっきり体が熱くなるようなカクテルをお願いね。すごく強いのを。勘弁してくださいよ。今日はたくさん飲んだわね。いい気分転換になったわ。それならよかったです。このあたりネクストヴィーナスグランプリの会場が近いわね。結局あの場所で永瀬真奈と戦えなかったのは心残りがないといえば嘘になるわ。それに月のテンペストにも負けちゃったしね。全部出し切ったから悔いはないわよ。それでもあの会場には苦い思い出が残ってる。その苦い思い出を勝利で塗り替えましょう。ええ、もちろん。今度のライブバトル必ず勝つわ。そしてこれからも勝ち続ける。よそのアイドルはもちろん星見プロのアイドルにも勝ってみせる。ねえ、あなたは最後には誰に頂点に立ってほしいのかしら。それは。意地悪なことを聞いたわね。忘れてちょうだい。あなたをトップアイドルのマネージャーにするのは私たちリズムワールド。うん、よかった。お客さん、たくさん入ってるわね。どうしたんですか？本番はまだ先ですけど。お客さんの入りが気になって。チケット、即完売したって教えたじゃないですか。そうだけど、実感したかったのよ。自分の目で見てね。今日の相手は、リオさんたちの古巣。バンプロが売り出し中の若手競合グループです。そうね。私も知っている子たちよ。ライブ映像を見たけれど、上手になってた。これからもっと伸びるわね。強いわよ、彼女たち。勝てそうですか？負ける気はしないわ。私、油断してるように見える？いえ、そういう感じはしないです。なんていうか、いい意味で力が抜けてるというか。私は、
メンバーと自分の実力をよく知っているわ。ファンにはそれを素直に見て楽しんでもらえればいい。そうすれば結果は自然とついてくる。今日のリズノアールのステージ楽しみにしています。任せてちょうだい。圧倒的なパフォーマンスでファンを、いえライバルさえ魅了して完璧に勝つ。そうして近いうちにアイドルの頂点に立つわ。やっぱりリオさんは以前と変わりました。そう？言ってることは同じだと思うけど。ええ、だけど以前は勝つと強気に叫んでいた。今は静かで、でも力強さを感じます。大物感が出てきたんじゃないですか？からかうのはやめてちょうだい。そんな年齢じゃないんだから。それでなくても心に毎日、リオさんはお疲れでしょう、お肩をおもみしますよってからかわれてるんだから。からかうふりをしてリオさんと仲良くしたいだけですよ。心と愛はリオさんと葵を慕ってますから。そうね。最近はあの子たちのおふざけも可愛く感じられるようになってきたわ。最初はあの子たちと組むの嫌でしょうがなかったのに。海外修行があってバンプロを離れて、そして星見プロに来て、私も変わったのね。リオさん。でも変わらないこともある。私がリズノワールのセンターであり続けること、それは心にも愛にも葵にだって譲れないわ。ええ、これからもリズノワールを引っ張っていってください。リオさんがセンターに立つリズノワールはすごく輝きます。ありがとう、嬉しいわ。今日勝てたらまたあのお店で一緒に祝杯をあげてくれる？もちろんです。けどほどほどでお願いします。約束よ。じゃそろそろ行ってくるわ。リズノワールが圧倒的大差で勝利か。さすがだな。皆さん、本日は私たちのステージを見に来てくれてありがとうございます。今まで私たちにはいろんな出来事がありました。このステージに立っているのも奇跡のようなことです。でもそれは奇跡ではなく、もっとすごいもの、努力、そして何より皆さんの応援が起こした必然です。だから皆さん、応援ありがとうございます。そしてこれからも応援をよろしくお願いします。私たちリズノワールは奇跡を超える、奇跡よりずっとすごい必然を成し遂げてみせます。あ、それとごめんなさい、皆さんに大切なことを伝え忘れていました。大切なこと？今日はそんな発表の予定はないはず。新年明けましておめでとうございます。